本日は SWBC ジャパン投手に密着。投手コーチ兄貴のコーチングにも注目です。早速アップに向かう中、何やらゴミ拾いする選手たち。試合や練習前にグラウンド周りのゴミ拾いからスタートしてるらしいです。なんとなく綺麗にすると気分よくプレーできそうですね。ふと見ると B チーム国吉監督と談笑しております。それぞれの選手情報や近況報告でもしてるのでしょうか。まず注目するのは背番号12番中澤投手。今回の昇降格で B チームから上がってきたツーシームを武器とする投手です。しかしツーシームの精度をさらに上げたいということでコーチの兄貴とお話ししておりました。ツーシーム外へ外へ逃げるでしょ、はい、ツーシーム練習するとアウトコースになっちゃう、スライダーになっちゃう、インコースのコース抜けていくのよ。それを抜けたな抜けたなと思ったら、ただ試合中でもアウトローを狙ってツーシーム投げてないので、はい、外へ投げるからコントロール安定しようか。インコース、インコース投げてるのずっとそれ続けてなんか分からんのよ。それを外側にバーン投げに行ってアウトコースバーンってはまったらインコースも投げる。普段ツーシームを投げる兄貴ならではのアドバイス。考え方だけ、いいツーシームだけ、スライダー強化結果やな。続いて背番号20番快速サイドハンドの大原投手。キャッチボール相手は140キロ腕の佐藤投手です。まずは彼のキャッチボールの球筋が美しかったので見といましょう。おもろいな、ここから投げんね。遠投でスライダーを投げる小原投手に対し兄貴が気になる点を発見。ちょっとストレートの上で下から行く感じで、はい、高いな、まあ、目投げなあかんじゃ難しいけど、はい、っていう感覚や。何やら兄貴キャッチボールとはいえ大原投手のこのスライダーを投げるときに腕の振りが緩むことを見抜いたようです。その腕の振りを改善するためスライダー最終曲げないぐらいの距離曲がらんと立てるつかすいいわいいわ。あーまっすぐの方触れてるわあかんわ、まだやわ。今の感じでスライダー投げて、はい、おお、いい、いい出だし、あっこであっこで曲がってるやん。おお、面白い面白い。おお、いい、今何、おお、いいね。続いて野手相手に実戦登板です。一番手は背番号19番佐藤投手。この時の佐藤投手のテーマはコントロールは少し乱れても腕を振り切って強いボールを投げるです。さあ実戦ですが、ジャパンの武器であるランナーが三塁にいる時の叩きの練習です。少しコントロールが乱れますが、
優秀な A チームのバッターから空振りを奪う場面もキャッチャーゾエも頑張っております。A チームのバッターたち、エンドランなどで軽打すればやはり空振りを取るのが難しい。1点をもぎ取る、これこそがジャパンのゆら野球。続いて大原投手、今回のテーマ、キャッチボールであったようにスライダーで腕を振る。昇格したばかりの清水原潤ですね。結果でアピールするため必死に食らいつきます。紙一重で当てられるも大原投手のスライダー切れてます。最後は中澤投手、テーマはツーシームの精度。最後エンドラン決められましたが、この中澤投手のツーシーム、今後要チェックです。というわけで本日はジャパンの投手に密着してみました。引き続きいろんな選手に注目していきたいと思います。ここでお知らせがございます。我々アッパレ、この T シャツ、オリジナル T シャツですね、新しいデザイン、新色展開始まりました。この夏に向けて私が着ているこの迷彩柄、別の色も色展開されてます。そしてパッチが持ってる、はい、このアッパレの文字が入ってる、これ左袖にね、ちょっとね、それっぽい、それっぽいデザイン入れてみました。これこのかすれ、かすれね、おしゃれでしょ、かすれがね、どうでしょう、これどうでしょうか、これいいデザインできて嬉しいなって。それはもうあとは視聴者の方が決めるから、ね、いいかどうかは、はい、というわけで、いろいろまた新色展開されておりますので、ぜひともアッパレオンラインショップ、見てみてください。要チェック。